誰か。はい。出かける。表に車を回してくれ。かしこまりました。一人一人の思いがある。思いと思いの狭間で苦しむ者もいる。優しければ優しいほど誰かを今以上に傷つけるのを恐れて素直になれないんだ。私たちは運命の糸で結ばれているようですわね。ベルディーヤさん、私たちの戦いにこれ以上ないほどの舞台が整いましたわ。まさかベルディーヤ様が準決勝に勝ち残るなんて。雪でも降らなきゃいいんですけど。奇跡は自らの手で起こすものですわ。準決勝でお会いしましょう。私の永遠のライバル、キサキミオさん。ササミ、さあ準々決勝最後の試合です。2年連続の大会覇者にして生徒会長、美しき武神スイリア・クマーニ・エイントリー選手。対するは東国からの留学生、2年の龍造寺茜選手。スイリア先輩、あなたは私の最大の目標であり、そして超えるべき壁でもありました。勝つ、この槍に全ての思いを込めて。水野の残した言葉通り、全力で戦おう龍造寺。水野、君はこの会場のどこかで見ているのか。大丈夫だ、マレンゴ。俺がついているからな。ああ、神様。医者はまだか。高井郎は。
衝撃が鎧を突き抜けて体がバラバラになりそうだ。茜ちゃんが手も足も出ない。あれが本気のスイーリア。いや、それでこそ私は先輩とこんな風に戦ってみたかったんだ。そろそろ限界だな。次の立ち合いに私の全てをかける。一か八かの三段突き、せめて一矢報える。はあ、二つ目、いける。三つ目、私の夏は終わってしまったか。スイリア先輩、立てるか。はい、いい試合だった。そんな、私は先輩から1ポイントも取れませんでした。いや、竜造寺が手首を痛めていなければ私は3段目の槍に打たれていただろう。もっと精進することだ。二段突きと三段突きを自在に使い分けることができるようになれば、敵は君の攻撃を読めなくなる。最強へと一歩近づけるだろう。先輩、ありがとうございます。茜ちゃん、よかったね。それにしてもスイーリア強い。今年も優勝は決まりかな。かもね。でも勝利の行方は神様にしかわからない。さあ、これより注目の準決勝です。ここまで勝ち残ると誰が予想したでしょうか。今大会のダークホース、ちょっと歴はまだ数ヶ月の如月美桜選手。そしてベルギーのアーチュセール選手。タカヒロ君、まだ戻ってきてない。タカヒロ君だって頑張っているんだから、私も頑張らなきゃね。ベルティーユ様、ここまで来られたのは奇跡です。ですから、もう一度奇跡を起こしてください。絶対に決勝に行ってください。あなたたち、ベルティーユさん、ありがとう。あ、ベルティーユさんがいなかったら私ジョストをやってませんでした。こんなに素晴らしい時間を与えてくれて本当に感謝しているよ。キサキさん、私もあなたという宿命のライバルに出会えて。恥ずかしいな。事情はよくわかりませんが、宿命の対決が始まる模様です。全力で、全力で。すみません、ジェームスの厩舎のものですが。アスコット公爵、君は確かノエルの友人の。ノエルの応援にいらしたんですか。私はただミレイを迎えに来ただけだ。行きなさい。待ってください。ノエルは何としても優勝したいって言ってました。ミレイを心から喜ばせてやりたいと。お願いです、公爵、ノエルを応援してやってください。私はジョストが嫌いだ。
レオナルドさん、医者から連絡があった。祭りの渋滞にはまって身動き取れないんだそうだ。ジェームスはこれ以上待てないと言ってる。俺たちだけでやるぞ。はい。次は準決勝第2試合、スイーリュとノエル・マーレ・サスコットの戦い。雨になりそうね。続きまして準決勝第2試合を行います。お姉様、さあまず入場してきたのは、このところメキメキと実力を伸ばし、ついにベスト4に残った新鋭、ノエル・マーレス・アスコット選手です。お姉様、頑張ってください。お嬢様、そんなに乗り出しては危のうございます。そしてもう一人は入学以来負け知らず、大会3連覇を目指す勝負じゃ歯が立たない。ついに雨が降り始めました。しかし騎士の戦いに中止は存在しません。お姉様、これは旦那様。お父様、かけるわよ、エトワール。今ブレーキでかわした。もらった。これは相打ちだ。ノエル選手、腕への一撃で1ポイントを取ったものの、スイリア選手はそれをさらに超えて、ドンへの攻撃2段突き。先ほどのポイントと合わせて1本となります。しかしノエル選手健闘です。この大会で初めてスイリア選手からポイントを奪いました。意表をついたと思ったのに、さらにその上を行かれてしまう。やっぱりスイリアにはかなわないのかしら。お前は技術は十分だ、あとは気持ちだ。もっと気持ちを前面に押し出して戦え。気持ちで負けてどうするの。勝つのよノエル、何としても。お姉様、頑張ってください。お父様も見てらっしゃいます。お父様が、
ノエルちゃん、お姉さま。ノエル、なんということでしょう。スイリア選手の攻撃がノエル選手のヘルムに当たりました。さすがに今のは聞いた。トウエルの攻撃は危険行為とみなされます。スイリア選手、まさかの反則攻撃。ノエル選手に1本入ります。これで1対1となりました。ようやくスイリアに一泡吹かせることができたわ。スイリア会長の反則を誘った。無謀と紙一重の勇気。身を捨ててこそ浮かぶせもあれ。そんな、私絶対誰にも負けるわけにはいかないの。ノエルちゃん、予想外の展開を迎えている準決勝第2試合、勝利の行方は分からなくなってまいりました。面白い。まさか私が反則を取られる日が来ようとは思いもしなかった。見事だと褒めておこう、ノエル・マーレス・アスコット。だがそれでも私は君に勝つ。我が全身全霊全力を持って。私もあなたに勝ちたいわ、スイリア。ミレイユのために。よし、もう一息だ。高ヒロ、手貸してくれ。はい、頑張れマレンゴ。よし、引っ張るぞ。お姉様。ノエル、シャレ。よくやったぞマレンゴ。待て、タカヒロ、手を出すな。自分の力で立ち上がるのを待つんだ。自分の力で。高弘、こっちはもう大丈夫だ。大観の方に行け。あとはわしらでやれる。もう一つの戦いに行ってやれ。向こうでもお前を必要としている者がいる。うん、はい。スイリア選手に1ポイント。再び同点です。いつ勝負が決まってもおかしくありません。運営委員から槍を受け取る両者、果たしてこれが最後の槍となるのか。本来騎士に槍を手渡すのはベグライダーの役目ですが、今大会では現在勝ち残っている選手全てがベグライダー不在という異常な事態になっております。高弘、気持ちだけでここまでスイリアに対抗してきたけど、もう槍を持ってるだけで精一杯。なんでスイリアはあんなに平気なの？たく、憎たらしいったらないわね。お姉さま、お姉さま。ノエル、私は。ノエル！ノエル！お姉様！ノエル、お前なら勝てる！存分に戦え！お前はアスコット家の私の誇りだ！ノエル！ノエル！まったくもう、恥ずかしいな。
でもこれでますます負けられなくなったわね。茜が駆け、リサが舞ったあの日、ミオが叫び、ノエルが泣いたあの日、俺たちの目の前で奇跡が起こったんだ。最終回、夏の終わりに。